韓国で F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸で、無事パイロットも地上へと降りてきた事故は、最近のことになる。原因の究明が急がれますが、F-35B ステルス戦闘機艦載可能との噂の馬良島強襲揚陸艦が、21年度に就役しました。今回は、この馬良島強襲揚陸艦を詳しく見ていきますね。でも、F-35B 艦載可能ではなく、F-35A を運ぶために作られたのかな。偶然にも、その時がやってきました。アメリカに行くのか、オーストラリアに行くのか。日本には来ないでくださいね。日本の海上自衛隊では、保有する2隻の出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦、出雲、と、加賀、への航空母艦化改修が進められているが、お隣の仮国では、こうした既存の艦艇の改修ではなく、新造艦を計画している。韓国のこの新造の航空母艦建造は、CVX 計画と呼ばれており、少なくとも、基準排水量で、3万トン超級の艦艇を目指しており、今年2020年には、建造元となる造船会社が決定され、本格的な始動が見込まれている。韓国海軍では、これまでに、航空母艦的な全通の飛行甲板を備えた、ドクト級強襲揚陸艦の2隻、2007年に1番艦、ドクト、2021年に、2番艦、マラドを就役させているが、これらの経験をもとに、航空母艦を建造するという。日本の海上自衛隊が前述のように、出雲、型護衛艦の航空母艦化を打ち出した際には、これに負けじと、ドクト級強襲揚陸艦を航空母艦化すればよいとの声も、韓国内では聞かれたが、これは、物理的にも不可能なためだ。ドクト級強襲揚陸艦の、新しい方である、マラドは、基準排水量14,500トン、満載排水量19,300トン、全長 199.4メートル、潜伏 31.4メートルほどの規模の模様だが、同艦では、肝心の F-35 ライトニング 2B 型の運用ができない。その最大の理由は、F-35 ライトニング 2B 型などの固定翼、機を、昇降可能な寸法、耐荷重量を持つエレベーターを備えていないためで、仮に、飛行甲板に、同機の高温の排気熱に対応した処理が施せても、艦内への収容は不可能である。まあ離着陸のみであれば、飛行甲板への耐熱処理が施されれば、物理的には可能となるのかもしれないが、飛行甲板上に露天軽視するしかない艦艇に、そうした費用を投じる改修を行う意味もなく、実現はしていない。そもそも、ドクト級強襲揚陸艦は、この2番艦、マラドを含めて、艦内の収容区域は、単層で構成されており、ヘリコプター等の回転翼、機から、装甲車両等を、積載可能なスペースが狭く、非常にキャパシティが限定される。加えて、ドクト級強襲揚陸艦の装備するエレベーター2機は、すべてインボード方式であり、通常の航空母艦に見られるような船体側面に配置されるデッキサイド方式に比べて、格段に、運用面で、制約が多く効率的ではない。そのため、現行のドクト級強襲揚陸艦では、装甲車両等の艦内への積載を行わない場合に、最大で、10機ほどのヘリコプターが収容できる模様で、飛行甲板自体では、5箇所同時での離発着を想定した作りが採用されている。それでも、韓国海軍で、最大規模の艦艇である、ドクト級強襲揚陸艦は、同国の持つ技術力、ノウハウのみでは、建造が困難だったこともあり、イギリス発の世界的な軍需企業として、著名な現、BAE システムズ社の協力を仰いでいる。
BAE システムズ社は、イギリス海軍のかつての軽空母である、インビンシブル級航空母艦の設計に携わった企業であり、先進のコンピュータシミュレーションを駆使した設計を、ドクト級強襲揚陸艦にも取り入れたとされる。ちなみに、インビンシブル級航空母艦は、基準排水量1万6000トン、満載排水量2万500トン、全長210メートル、潜伏36メートルの艦隊を持ち、サイズ的には、ドクト級強襲揚陸艦と近似値であることが、見て取れるのもとなっている。インビンシブル級航空母艦は、1番艦、インビンシブル、2番艦、イラストリアス、3番艦、アークロイヤルの3隻が建造され、1980年から2014年の間で運用されていたが、フォークランド紛争に実戦投入された艦級である。このフォークランド紛争には、艦と同じく、現、BAE システムズ社が開発した、シーハリアー FRS-1 戦闘機が艦載機として参加。開始時の1982年4月時点での同機の配備数は、わずか29機に過ぎなかったが、うち20機が前線に送られた。シーハリアー FRS-1 戦闘機は、インビンシブルの第801飛行隊に8機、戦闘級航空母艦の4番艦、ハ・ミーズの第800飛行隊に12機が分割して割り当てられ、艦としては旧式だが、規模の大きかった後者が多く搭載した。フォークランド紛争は、アルゼンチンとイギリスとが戦った戦争であるが、同諸島は、イギリス本国から大西洋を隔てて遠く、かつ、アルゼンチン空軍は、フランスの脱走者製のミラージュ3等の戦闘機を保有しており、当初航空戦力では優位だと予想された。脱走ミラージュ3戦闘機の最高速度はマッハ2を超過しており、これは、同マッハ 1.25 に過ぎなかった、シーハリアー FRS-1 戦闘機を大幅に上回る上に、投入可能な機体数も、アルゼンチン空軍が、ほぼ倍の40機以上と見られていたからだ。しかし、実際に戦闘を行った結果、イギリスのシーハリアー FRS-1 戦闘機は、アルゼンチン軍機23機を撃墜、非撃墜は0機と、戦闘機同士の空対空戦闘では、圧倒的な戦果を記録、戦前の下馬評を大きく覆すこととなった。この戦果には、シーハリアー FRS-1 戦闘機が実装していた、アメリカ製の AIM-9 リッター空対空ミサイルの優位性も大きく貢献したと言われており、近代航空戦における全方位への空対空ミサイルの対処能力が与えた影響も多かったと考えられる。ただし、フォークランド紛争全体で見れば、シーハリアー FRS-1 戦闘機も、地対空ミサイル及び対空砲によって、各一機の撃墜及び、運用に伴う事故で4機を喪失しており、合計の損耗数は4機と、損害がゼロというわけにはいかなかった。それでも、固定翼機に比べて低速度であり、兵装の搭載量でも劣勢だと考えられていた垂直、及び短距離離着陸が可能なシーハリアー FRS-1 戦闘機は、この初の実戦で有用性が証明されたといえ、貴重な近代戦の実例となった。イギリスでは、その後も、シーハリアー FRS-1 戦闘機に改良を施し、2006年までは運用が継続されたが、これをベースに、アメリカ海兵隊用に開発された AV-8B ハリアー II は、2022年現在も就役中で、2026年を、目途に F-35 ライトニング 2B 型に更新される予定である。こうした経緯を振り返ってみると、カタパルトを装備した航空母艦を建造せずとも、ある一定の航空戦力をもたらす F-35 ライトニング 2B 型の登場は、
イギリスのシーハリアー FRS-1 戦闘機と、そのフォークランド紛争の戦訓ゆえだとと思える。ただし、この時のイギリスのように、海外に遠征するか、現状の日本のように広い、接続水域や領海を持たない韓国においては、そもそも、どのような用途に、F-35 ライトニング2や航空母艦を投入する利点があるのかは、甚だ疑問だ。地図を見れば一目瞭然だが、韓国にとって、最大の脅威であるはずの北朝鮮とは、そもそも、地続きで隣接している上に、朝鮮半島は狭く限定的であり、陸上の航空基地から、燃料も兵装も、多く、搭載可能な A 型を運用する方が、はるかに戦力となるだろう。地政学的にどう見ても、合理性に欠ける、韓国の航空母艦と F-35 ライトニング 2B 型の導入について、同国の有権者たちは、本当のところどう考えているのか、他人事とは分かっていながらも湧き上がる、老婆心を抑えられない。